昨年より起きました、イエーイ。では中に入っていきたいと思います。すごい、すごい、めっちゃ、あ、緑いっぱいです。ご飯と、じゃあ、味噌汁来ました。美味しそう。落ち着く匂いがします。美味しそうです。天の子ご飯もめっちゃ、すごくないですか。 色もめちゃめちゃ鮮やか。すごい、美味しそう。椎茸パスタ、美味しそう。生野菜で見ただけでも美味しそう。これこっち、椎茸大きくない？大きい。これたけのこでした。たけのここうやって焼いたことないです。炙るぐらいって言ってました。長芋に焼いちゃいましょう。椎茸好きすぎる。こんな分厚い椎茸良いんですか。大きい。全部が大きい。大きすぎですか。すごいしく全部こういっちゃおう。ここいいじゃないですか。あー、広い、すごい、めっちゃ温泉の匂いします。いいですね。外もめちゃめちゃ見えます。カナと言います。普段はジムのお仕事をしてて、東京に住んでます。趣味はカフェが好きなので、東京都内のカフェ、いろんなおしゃれなところに行くことに最近ハマってます。好きな食べ物はアイスクリームとイチゴが好きです。よろしくお願いします。
根温泉の箱根湯寮というところに来てます。このお部屋は、尺投げの間というところで、ちゃんとしっかり個室になってて、景色もこんな感じで緑いっぱいで、すごい素敵な温泉になってます。ご飯もなんかいろりで食べれるコースをいただいたんですけど、もう全部一品一品が美味しくて、もう感動しました。幸せです。今回初めて箱根に来たんですけど、なんか山の上だからすごい寒いかなと思ったんですけど、まだ3月なんですけど、すごい暖かくて、風も気持ちよくて、空気も綺麗で、とても素敵です、箱根。お風呂の横に椅子とかテーブルもあるので、ちょっと使った後そこで一息ついたりとかするのもめちゃめちゃいいですね。お菓子とかも置いてあったんで、これちょっと食べちゃうとかもめっちゃいいかもしれないです。と一緒に楽しんでいただけましたか？よかったら人おじしチャンネル登録お願いします。